勘十郎見てますか？生きてますか？死にましたか？今回見てませんか？だから見てますよね。でもおい勘十郎、お前言ったよな、前言ったよな、前の動画見なかったか、お前おでん書くなって言ったよな。お前菊の前でおでん書いて、桃之助の前でもまたおでん書いたな。で菊刺したな、お前あそこでマジで俺許せないと思って、これはねめちゃくちゃ問い詰めようと思ったけども、最後のページ見たよ。なんで涙目に浮かべて金右衛門のこと親友とか言ってんだよお前。心の奥底のお前が出てきたのか。本当は心開いた部分がちょっと最後に出ちゃったやつ。情緒どうしたんだお前、情緒どうしたお前、さっきまでおでんに化けておでんの絵描いてみんな騙してたやろ。その後に親友とか優しい言葉並べんなよ。俺たちの心かき乱すなよ。 100% 嫌いになれないじゃないかよ。情緒どうした、心配になるわ本当に。お前はさ、なんていうかな、生き方として、まあ、筋が通ってて立派だったと言うべきなのか、それともね生き方が、まあ、不器用で下手くそだったと言うべきなのかも私には分かりません。今の私には分かりません。そんなできた人間じゃないです。これはもうね70歳いや80歳ぐらいになって、あの時勘十郎の生き方分かるわって思うやつだと思います。だからもうこれから先自分の人生はお前をさ、リトル勘十郎を心に住まわせて一緒に生きていくと決めました。それで80歳になった時、お前の生き方が理解できるようになってるのか、それで俺の成長を見ようじゃないかと思ったよ。今は分かんないよ。あれはいい生き方なのか、全うして立派だったと言うべきなのか、まだ言えないぞ俺は本当に。最初にタイトル見た時ね、人生の大婚約者で、ああこれは勘十郎無様な感じで死んでいくんだと思ったよ。そしたらさ、あれって三輪明宏さんの曲であるらしいですね。調べましたよ。三輪明宏さん長崎出身だからな。知らなかったですよ。曲とかは知りませんから、三輪明宏さんの酔いと負けのやつしか、他のやつは知りません。調べました。で歌詞見ました。すごく感動しました。ああこれが勘十郎かと思いましたよ。小田さんはそれを、まあ、読者に向けてある意味今回サブタイトルをつけてくださったんだと思います。お前を書いてる小田先生だよ。知らなかったんだよその歌を。で見たら本当に勘十郎の生き方そのものって感じで、今まで勘十郎ってどういうやつかなんかぼんやりとしか分かってなかったんだけど、それを見たら、ああ小田先生が書きたかった勘十郎像っていうのはそうなんだと思いましたよ。はっきりしましたよ。概要欄に貼っときますから、勘十郎含め皆さんも見てください。それでね、一人のキャラクター像としてはキャラクターが立ってて素晴らしいと思いますよ。小田先生には何も文句ありませんよ。勘十郎お前にあるんだよ。確かに筋は通ってるけども、それでもな、敵ながらあっぱれとは俺は言わないからな。迫害されて親も殺されて、それで光月家を憎むっていうのはまあわかるよ。わかるっていう言葉も軽いぐらい、多分お前にはわからない苦労っていうのがあるのは理解してるよ。確かに自分もその立場だったら光月家とか周りの人間をめちゃくちゃ憎むと思う。だけどさ、それとおでんとさ、それとさ赤座国男とかさ、また別じゃん。みんな優しくしてくれたじゃん。お前らを殺した人たちは憎んでいいけど、おでんはお前に何かしたかよ。赤座や国男とかお前に何かしたかよ。してないだろうがよ。やりすぎなんだって。そういう人たちの前でおでんを書いてバカにするようなことはやりすぎなんだ。この前の動画見なかったんか、忙しかったんか。お前出したんだぞ俺が。おでんはもう書くなって言ったんだよお前。見てなかったと、途中でやめたんだお前は。おでんの背中見て何も思わなかったんかよ。改心しろとまでは言わないよ。それでもな、あえておでんを書いて周りの人を深く深く傷つけたり、何の躊躇もなく菊を刺したりするその行為、ためらいも持たずにぶっ刺した今日のやつ、おかしいって。ためらえって。ちょっとはお前も本当は分かってるだろ。黒ずみ家って最後に明かしたじゃないか、俺が黒ずみ勘十郎だって言ったけどさ、お前もう分かってるだろ。おでんとか赤座屋国男に俺が黒ずみ家だって言ってもみんな何も特別視しないっていうの分かってただろ。お前を迫害してきたその周りの人たちは確かに良くないかもしれないけど、
お前に寄り添ってくれたおでんとか赤鞘国男とか違うってお前自身気づいてたはずだろ。それで最後出ちゃったんか、素の部分が。舞台上では死ぬってお前やめろよ、嫌わせてくれよ、最後まで最後まで嫌わせてくれよ。 100% 嫌いになれないままさよならなんてずるいよ、勘十郎。ずるいです。本当に寸前まではもう問い詰めて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 やろうかと思ったんですよ。あなたのせいでこのチャンネルは問い詰めチャンネルって言われるようになりました。ワンピースの細かい発見とかを僕は紹介したいんです。いろんなインタビュー本とかがあるからそれを皆さんに紹介したいんです。なのにあなたのせいで問い詰めチャンネルって言われてます。もうそれでもいいかなって思い始めてたんです。そしたら最後に優しい部分を見せないでくださいよ。 100% 嫌いにさせてくださいよ、せっかくなら。最後に言いたい、お前が舞台上では親友だったと言った金右衛門がカイドウにぐしゃっとされてしまいました。あれお前が描いた絵であれ、本当にそれだけを今は望んでます。お前のことは 100% 嫌いにもなれないけど 100% もちろん許しはしないよ。菊のこともある、阿修羅童子のこともある、桃之助の件もある、そしてみんなのことをずっとずっと騙してたっていうこともあるからもちろん許すことはできないけど、あの金右衛門が絵であればまだいいよ。俺はもう泣いて謝罪動画をあげるよ。お前に向かって謝罪動画をあげます。だから絵であれ。わかりましたか。お前は光月になりすまし光月を滅ぼし死ぬって言ってたけども、もうほんとおでんとか赤鞘国男とか別なんだって。そこは許せないんだけど、最後に優しさ見せないでくださいって言ってるんです今回は。チャンネル登録よろしくお願いします。